今回は来シーズンのとある画像が流出したっていう、まあ、もしかしたら偽物の可能性もあるんやけど、多分来シーズンのね本物の画像らしい。まあそれがこれ。まあ多分見た感じバトルパススキンのロード画面とかそういう感じだと思うよね。まあ映ってんのがトランスフォーマーなのかなのキャラクターとか、あと真ん中のやつが多分一番最初にゲットできるやつ、あと上がトラみたいなやつで、下ってか右が恐竜に乗ってるスキンやね。まあこの来シーズンのロード画面みたいな画像が流出したっていう、まあ、もちろん偽物の可能性もあるけどね。まあ、もしこれが本当に食うなら、このスキンがティア100か、まあ、それかこのエレンみたいなシークレットスキンになりそうだね。でこの上のトラみたいなやつは夏のニャッスルって言われてたり、まあ、このトラのスキンって言われたりしてる、まあ、結局どっちかは分かんない。で真ん中のは多分一番最初にゲットできるやつやね。あとなんか新しいピストルみたいなやつ持ってるんよね、新武器みたいな。で右のやつはちょっと分かんないな。あとなんか新武器なのか新しいピッキーなのか分かんないけど、なんか持ってるよね。まあ新しい刀とかハンマーみたいな武器なのかもしれないけど、あとはよく分かんない恐竜に乗ってる、まあ噂になってたこれに乗れるようになるってやつだと思う。しかもジャングルが来るって言われてたと思うんやけど、マジでちゃんとジャングルなんやね、背景が。まあこんな感じの画像が今出回ってるっていう。まあ何回も言うけど、もちろんね本当の可能性もあるし偽物の可能性もあるんやけど、今シーズンってさ、シーズンが始まる前にバトルパススキンとかが流出してたと思うよ。それを考えると、まあ来シーズンのスキンが流出してても俺おかしくないと思うよね。だから俺的にはこの今出た、まあ、流出してる画像は本物だと思う。まあそんな感じで、なんと来シーズンに関係するであろう謎のね画像が今流出してるっていう。